誰も知らないカリュド、イカレタコスケです。今回のイベントクエスト、大連続、第一月光。大層の名前がついていますけども、敵は、ボルボロス一頭トリオレイヤ一頭とディアブロス一頭で、特殊な報酬がもらえるイベクエみたいですね。拙者は投げくらいのみで狩猟するハンターなり、YouTuber ーーだな。まあ、あとりあえずやってもやってみ、やってみようか。やってみようか、どんなもんか。 ま、普通、そんなに、そんなになん、厳しいってことないでしょ。余裕でいけるでしょ。区内のポージング。前回のあの、かきり虫ポーズ良かったからね。今回も区内のポージング、撮らせていただきますよ。でもまあ、いいやな。この3連続狩猟っていうのは、あの、これから、ライズ始める人、今ライズやってる人とかは、いろんなモンスターまとめてかれるから、まあ便利っちゃ便利だよね。 あの、強いモンスター、まあ楽しいけども、強いモンスターばっかだと、あの、じゃあ普通のやつに行きますわって人もいるからな。行こうか。さて、ん全部いるボルボロスと今リオレイヤが、ここには存在している、このライズ極めし男、主青わシラに勝てる男、強化主青わシラに勝てる男が、今、あなたのところに会いに行きますよ。昨日、昨日アイスボーンやってたからな。 操作がまた曖昧になっていますが、操作がアイスボーンしていますが、とりあえずやっていこう。さあ、ここからここからここから、行くどこ行くあるかこっちあるかこっちあるかおーし、ここだ。ボ,ボルボロスちゃん、久々だね。ボルボロスくん。ボルボロスくんをボルボロスくんにしてあげようという、硬いね。ボルボロスくん、そうだったね。そう、なんつうの、あんまり強くないモンスターってやらないけど、そう、ボルボロスとかって結構特殊な、 能力なんだよね。この泥をまとってる間はダメージが通りにくいとか、そういうのあるからな。そう、忘れがちなんですよ。だから何も考えずに倒そうと思っても、なんか糸に巻かれている朝朝から糸に、やめてください。やっとお布団から抜け出したんです。私がまたお布団に帰るような、そういった暖かいぬくもりを与えないでください。出てこなくなりますよ。二度と、二度と、この今生、今世、今世、この、今年じゃない、もうなんつうの、この人生において、 二度とその糸から出てくることがなくなってしまう。さ、なんか火力高くねえか気のせいかな火力高くねえか気のせいか大丈夫か強いやつを用意しなきゃっていうことで火力上げてませんかね今なんかボーンって HP 減りましたけどね。大丈夫かいボルボロスくん。改造手術受けてないかやめろカプコンやめろカプコンちょ古すぎてわかりにくい、わかりにくいから説明すると今のはあのー、仮面ライダーの思わジですね。<laughs> なんか忘れてると思った。そうだ。 そう。毎回、あの、なんだっけあの、バルファルクの武器とね、これで忘れちゃう。こっちは、研がなきゃいけないんだよ。お、どうしたガブラス。ん待ってるのかどっちが、どっちが死肉となることを待っているのかさ。そして、ここで総流して持っていく。ま、あまず総流していく流れだね。どのモンスターから戦ってもいいと思うけども、ま、あまず総流して、ちょ、ちょ、待って待って待って待っ待って、総流難しい。総流難しい。総流難しいし、あいつ誰だこっち来てんの。あれは。 アンジャナフか気の利かねえアンジャナフだよ俺はリオレイちゃんのところに、こいつを運んでいかなければいけないんだ。です,あすいません、道間違えたんで5分ほど遅れます。すいません、道間違えたんですけど、ちょっとだんだん疲れて、これ通れるか危ない。あ、ど、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 あ、ああああこんにちはコメントが出てこないままに、こんにちはさあ、行かせてもらおうか。さあ、行かせてもらおうか。この、この総竜がね、モンスターごとにやっぱ癖が強いからね。 これも結構ね、脳してはやれないところだよね。さ、だがしかしよ。ここで忘れてはいけないのが、ダメージを与えた後、タックルをぶつける。これ復習の時間ですよ。そして、こちらも送流していく。そして、えっと、この送流した時に、とどめに毒とかね、炎上とか、そういったスキルを持っているモンスのスキルはきっちりと相手のモンスターにぶつけていく。だんだんな、どうしたどうしたどうした目に砂がかけられたか。<laughs> おのれ、おのれ。 ボルボロス。さすが、ボルボロス。卑怯な野郎だ。そして、ここで、毒を与えていく。この、挿流システム。少し覚えるとね、だいぶ便利になってきますね。これ,これだ、誰が帰えるかっていうと、ダメージを与えた方が、満足して帰っていきますんで、こっちが、ぶっ倒れている方に、猛攻撃を仕掛けていくことによって、こうやって、なんつうの。ボルボロスを連れてきて、リオレイヤーを殴って、リオレイヤーに乗り換えて、ボルボロスを殴って、 で最後ちゃんとフィニッシュを当てることによってまあリオレイヤーの方が帰るからまあぼ結局ボルボロスも今帰っているお前こっちとらさそういうなんつうの効率の話をしていたのに君たち仲良くイチャラブしているんじゃないよだからまずはボルボロスをやりましょう本当だったらあそこにボルボロスくん残ってくるよしよしって言ったけど結構結構硬かったな待って待ってワンちゃんに乗るの忘れないでワンちゃん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  ワンちゃん、あ、いた、らしい、お前のジェットを見せてくれ、お前のジェットだったら、ボロボロ吸いだって、追いつけるはずだこれはもう,捕らえよう、トライを、トライをぜ、トえよを、やめろあれあ、ちょっと待って、投げろあー、つまにやった。そう、捕獲用麻酔玉はね、前に投げることもできますんでね、ね忘れないようにお願いいたします。こんがり魚はね、あの、あの、リジェネの効果がありますんでね、それも忘れないようお願いいたします。若干ね、あの、 あれですね。自分に対するね、復讐を覚えつつ、復讐しつつ、視聴者と共に、皆さん共に復讐しつつ、こんがり魚をね、その食べてもね、あの赤い部分しか回復しませんのでね。落とし穴じゃない回復薬と似てるから間違えちゃったでも、まあ、いいか。さあ、行くぜジャンピング落とし穴にはまるがいい。残念。<laughs> ど,うどうして僕の落とし穴に、待って、パフォーマー どうして僕の落とし穴にはまってくれないです。で、うん、ーカウトそうだサンブレイクでは、サンブレイクでは双剣はどうなるのか、非常に楽しみですね。どういう形になるのか、クーブだしで、ね、あ、そうだいやース痛い言うて、言うて、最近強化系のモンスターばっかと戦っていたけども、いや、っていうか、なんかやっぱ強くねかえかえ強くないかそんなことないかい私が弱いだけ 結構硬いよね。三匹討伐だよね。それなりに体力が減っていると思うんですけど、なんか、硬いような気がします。尻尾が切れちまったぜ。こいつは俺がお家に持って帰ってスリスリするからな。はっは会社会社かな弱点に対する命中率が、俺の命中率下がってんのかな会社、でもまあ、レオレイヤーさんはね、主で散々戦ってますから、ああ、大丈夫だろ。というね、過去の栄光にすがることによって、その油断が命取りを生んでしまうということだ だがだがさすが戦いやすいことで定評のある、定評のあるリオレイヤさん。ある程度回避を覚えてくると、こうやって油断が生じて、死にかけるから、あかんよ、あかんよ。あかん、ちょっと待って。俺ここで破れてしまったら、万が一があってしまうと、あのー、前回、主・青柱に負けたのが、主・青柱が強いせいじゃなくて、イカレ・タコスケが弱いせいになっちゃうから、倒した倒してませんね。まだですね。さあ、そのまま落とし穴落ちただいぶ近くにお、 落とし穴を作ったと思ったんだけど、落とし穴無駄になってないですかダメですよ。落とし穴の産業廃棄物ですよ。落とし穴って、このモンスターハンターの世界を、あれですからね、汚染している一つとして今環境問題になっていますから、マジでそのままにしちゃダメですよ。落とし穴ね。見てくださいよ、あれ。あの尖った針。もうこのステージだけでも、このね、ハンターたちの落とし穴の、もうなんつうの、この針がね、残っているんですよ。 これ、罠にかかった後もね、まあ、どっか残りますんで、確かにね、あの、砂糖さとかは、いや、それは、あの、自動で分解されて、あの、土に帰るからって言って、 るるんですけどもそれねね調べたとところによると、ね、何百年何千年っていう月日がねかかるわけです。その何百年何千年の間にここはトラップによる、なんとトラップの残骸によるね、汚染が大量に発生してしまい、そして生態系を崩すことになり得ないのかっていうね、そういったことが今ね、懸念されていますね。<laughs> 知らんけど。さお前で最後だ。かっこいいかけり虫じゃねえや、なんだっけ。区内のポーズを。 もらっておこうか。いや、くらいのポーズもらえるって言ってたけど、もしかして、あの、波動拳を出せる豪気、お前逃げるの早いな。波動拳を出せる豪気と、それから槍投げができるアーサーのポーズも変わったりするんですかね。まあさて、おくとして、まずは、まずはクリアすることが第一優先と言ったところ、この3匹を倒すともらえる報酬で何が作れるかなって思ったけど、割と、まあでもボルボロスはちょっと邪魔か。 リオレイヤーとディアブロスは比較的あの強い武器防具が作れるから、ジョチュージョチ後半でね、ジョチ後半にうまく分かれてる形でいい装備が作れるから、いや、いやそんなに使わんか。そんなに使わんか。まあ、あの3匹を1匹ずつの素材だったら使うかもしんないけど、3匹同時は使わんか。前半ジョバボルボロス、終盤リオレイヤー、 で、後半、ディアブロスだからな。まあ、終盤で作っておいた武器を、とりあえず最終形態まで強化するのに、ちょっと便利かも、ぐらいの感じかね。さあ、ディアブロスお前で最後どうもウーバーイーツの、いや、違った間違え、言っちゃったイカレなんだっけそのとこ電話してくんだイカレとか書いてあるところに電話してきたらね、それでなんかも,も食事に問題があったらね、それはもう電話してきた側の問題ですよ。イカレなんて書いてあるところに。 あの、食事頼んじゃいけないですよ。大したもの来ないから、絶対に。うん、ダメですよ。気をつけて。もし、そ、行かれっていう、あの、ご飯屋さんがあったら、今のうち謝っておきます。すいませんでした。さあ、そんなこんなで、そんなこんなで、そんなこんなでサクッとやっていく。まずは角折り、角折られ、心折られ、そして、あの、お互いに折り折られ、折られ続けている。それこそ、まさに、親切、やばい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 。それこそまさに親切設計といったところだ。だ当たりませんよ。 うん、さっきの一発目だけの話、二発目は当たると私はちゃんと予測していた。<laughs> さて待ってくださいよやめて棒高飛びまあ、棒高飛びする前にね、ディアブロス君のことをぶん殴っていますんで、これが果たしてね、審判にとってどういう目、どういう風に映るかわかりませんけどもね、私はね、正当性をね、正当性を、固していきたい行くぞ募のれつ報酬は、うまいのか報酬はうまいのか もう主青柱に勝てなくて、俺はもうサンブレイクに対するブレイクをちゃんとやれるのかっていう、そういった心意気が危ない危ないと思った時には致命傷でした。そう思っていた心配事があります。結構慣れている総剣で勝てないのはちょっと待ってくださいよ。飛躍伸ばしてください。いいですか飛躍、飛躍、飛躍、飛躍飛。躍飛躍飛躍待て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 。お前たち強くなってないかやっぱ強化されてないかだって、 こんな調子じゃ、私、主ディアブロにすら、主リオレイヤーにすら、勝てないのでは <laughs> ちょっと、そんなに普段と戦い方変わってないと思うんだけどな。まあ、ボルボロス君もね、なんでお前らだけ主がいて、私だけボ、主がいないんだよって思ってるかもしれませんけどね。えじゃどっか行ったんちゃうかえー大丈夫だ。大丈夫だ。俺は蜂蜜を持たぬ男。蜂蜜、蜂��言うたんならぬ。よう、俺は蜂蜜を立つと、誓った。あの日からな。回復。 いくぞそろそろゲッチちゃん <laughs> どうしたこの空中で帰ってきて尻尾をぶった切る動きこそまさにライズといったところだいたよもうちょっと背中にかいかにさせてくださいよいどっとこいしょ敵クーいたでしば大丈夫イカロスくんとネズミ男のダメージを受けてたでしょだからね私使ってあげたんだあ強くなったかなんかあれこんな強かったっけ 俺普通のディアブロスにこんなに苦戦してたかい主ディアブロスに苦戦してた覚えはあるけど、俺こんなに苦戦してた残念だったなこれが私の、私の調子が今更になって戻ってきたようだ。こっから、こっから怒涛の反撃が始まります。ど、どうっせ、どうっせ、どうっせ、どッスバータコスケだあ、お疲れ様です。まあまあまあ、さすがに、さすがに通常モンスター3体に負けるわけにはいくまいて。しかし、あれだね、強化個体がずっと続いてたから、 てっきりそろそろね、あの、ツイッターでも言ったけど、強化バルファルク単体とか、あとは演劇だよね。演劇。で、まあ、みんなが結構期待してるのが、マガイマガド。まあ、今回のね、メインモンスターだからね、強化マガイマガドとか、来るかなと思ったけども、とりあえず今回は報酬ありきで、まあ、来週がね、ソニックで、イベントクエストが、まあ、コラボクエストが2つコラボクエストプラスイベントクエストだったりするのかな わかんないけどね。コラボクエストとして2つ。それで、えー、全身重ね着。3人の重ね着が、ゲットできる、ということでね。その後の予定が、何も出てないんだよね。なんか来るかな、情報。楽しみにしておこう。報酬、まあ、報酬はそんなに勇気の証で、ルリゲンジも出てないしね。まあまあまあ、1回クリア系かな、これは。本当に。あとはまあ、素材がね、たまたま重なった時に。 欲しいかなといったところ。この辺のイベントクエストはもしかすると、サンブレイが出た時に、新しい、全武器作ってない人とかはね、新しい、あの、武器のラインを生産するときにお世話になるかもしんないね。よくできてるよな。だいたいどのクエストも俺14分なんだよ。さあ、ポージング見ていこうか。ポージング普段あまりポージングやんないからな。いつも間違えちゃうんだけどな。できました。あ、かっこいいかっこいいやん。かっこいいね。ちょっとちょっと、5機でもやってみようか。 の区内波動拳をあの軽くポージングですかねどこ行ったポージングセット当ったったあったあ,ったあ一緒だ <laughs> 残念さすがにあの波動拳をポイ投げしなかったなまあいいかアーサーも多分同じでしょうというわけで今回はまあまあ普通の3匹討伐おネズミ男3匹討伐クエでしたそれでは TU